はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。公開の動画なんですけれども、営業中の路線バスによる蒸気を逸した危険な運転の映像に関して、詳しく解説してまいります。こちらの映像は、周辺を走行される方々に対して、注意喚起を目的として、公共性と公益性を鑑み、情報の共有としてですね、公開させていただきます。市街地道路を走行中の横浜市営バス、車番は、横浜230、いろはの I-1655、こちらの該当車両から、極めて悪質かつ危険な幅寄せ行為を受け、命の危険を感じた瞬間の映像となっています。撮影者の方については、自転車で走行中に今回の被害に遭ったということになっておりまして、停留所の手前で大きく右側に車体を振り、そのまま撮影者の自転車の方に向かって、車体をプレスしてくるような形でですね、思い切り幅寄せ行為を行ってくる様子が記録されています。まあ、自転車の車幅を考えても本当にギリギリですね。まあ、ぶつからなかったのは奇跡と言っても良いでしょう。まあ、こちらの映像を見て私も非常に大きな怒りを感じました。まあ、この状況であればですね、わざわざ撮影者の方に向かって幅寄せを行ってくる必要はありませんし、撮影者の自転車に追従して走行してくれば、まあ、つまり後ろを走ってくればですね、まあ、こんな危険な運転を行わなくても安全に停留所に止まることはできたと思いますし、まあ、明らかに意図的な幅寄せ行為が行われたことは明白であると思います。まあ、極めて危険な運転ですね。まあ、撮影者の方についても、まあ、一市民の声として、まあ、これは非常に許し難いと、断固抗議したいといったような申し出をいただいております。まあ、本当ににわかには信じがたい映像ですね。なぜこんな危険な運転を行ったのか、全くもって理解しかねると言わざるを得ません。まあ、追い越しを行う瞬間に撮影者の自転車を認知していたことは明らかでございますから、まあ、撮影者の自転車を見落としたということはまず考えられませんから、まあ、意図的に幅寄せ行為を行ってきたものと思います。こういった運転はですね、断固として私も抗議をしたいと思います。なぜ積極的に危険観光行動、つまり、あえて危険な運転を行うのか、全く理解しかねます。それも、大型二種免許をお持ちのバスのドライバーがね、こんな危険な運転を行うというのは、私もですね、正直信じがたいといった表現をせざるを得ません。で、本件に関しては、映像を撮影されたご本人様からも、詳細な現場の状況を含めてご連絡をいただいておりますので、公開いたします。横浜市営バスによる幅寄せの動画です。あやとサロン様、はじめまして、お疲れ様です。当方、自転車で走行中の後方ドライブレコーダーの映像になります。停留所手前にて、横浜市営バスの路線バスに強引に入り込まれて潰されそうになりました。運転手に抗議いたしましたが、無視されました。とても怖い思いと怒りを感じたので、あやとサロン様の気に留まりましたらご使用ください。よろしくお願いいたします。はい、こちらがですね、ご本人様から最初にいただいたメールとなります。こちらに対して私はこうした返事をさせていただきました。ご連絡ありがとうございます。直近で膨大な数のメールをいただいておりまして、お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。映像の内容について確認いたしました。かなり悪質かつ危険な運転であると思います。後日チャンネルの方でぜひ取り扱わせていただきます。本件については運転手にこの場で抗議されたとのことでございますが、その他バス会社には電話等で直接苦情などは行われておりますでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。はい、こういったね、ご連絡を返させていただきました。そしたらですね、直ちに返事がやってまいりまして、こういった返答をね、いただきました。あやとサロン様、お世話になっております。お忙しいところのご返信、大変恐縮です。その後、横浜市交通局に問い合わせフォームにてクレームは入れておりますが、現在のところ回答はいただけておりません。当方ドライブレコーダーの映像で記録していることも伝えております。自身、バスによる危険行為は、過去にも何度も同じようなパターンで受けてはおりますが、今回のような悪質で危険なものは初めてです。まあ、映像をご覧になっていただければわかると思いますが、私が強引にバスの横をすり抜けたといったような事案ではなく、完全に後ろから追いかけてきた路線バスがガードレールに向かって強引に幅寄せをしてきて、こちらのことなど何ら気に留めることもなく、停留所に停止しているところから非常に大きな怒りを感じております。あの状態ではこちらが逃げる場所など全くなく、さらにこちらが急制動をかけたとしても、路面はゴミや塵が溜まっており、とてもスリッピーなため、
転倒は免れなかったと思います。あの状態での転倒はガードレールに衝突するか、もしくはそれに弾かれて車道側、すなわちバス側に倒れてバスの下敷きになっていた可能性が非常に高く、ゾッといたします。はい、こちらがですね、撮影者の方からいただいたお返事となります。私も同感ですね。非常に危険な運転のねパターンであると思います。まあ、こちらの映像に関してはですね、ご本人様もおっしゃっているようにですね、特段バスの横を無理やり強引にね、すり抜けようとした、まあ、ロードバイクですり抜けようとしたといったような事案ではなく、まあ、普通に路肩の部分を走行していてですね、まあ、こともあろうに後ろから追い上げる形で走行してきた路線バスからこういった危険な運転を受けたということでございますから、本当にね、まあ、逃げるタイミングがないというか、まあ、どう頑張っても避けることはできない、こういった事例なんですね。まあ、映像でご覧になっていただければわかるように、もう停留所まで数秒のタイミングなわけですよね。撮影者の方がそのまま進行を行えば停留所に被ってしまうことは明らかにわかるわけです。まあ、こちらの映像を見てね、私も非常に怒りを覚えたんですが、まあ、撮影者の方に向かって路線バスが幅寄せをしてきて、で実際に車が止まるわけですけれども、まあ、撮影者の方がですね、まだ路線バスに挟まれた状況であるにもかかわらず、早く行けと言わんばかりに乗降扉を開けているんですね。まあ、まさにお前の存在なんかどうでもいいんだと、そう言わんばかりの態度が、まあ、こちらから見て取れるわけですね。しかも乗り込もうとしている高齢者の方がいらっしゃいますから、この方と衝突していたらと考えますと、またこれも非常に恐ろしいですね。もし転倒した自転車がこうした高齢者にぶつかってしまった場合については、当然ですね、非常に重大な交通事故になりますし、まあ、バス会社としてどういった指導をしているんだというのがですね、端的な感想ですね。まだ事案が発生してからそれほど時間が経っていないという状況にはなりますが、こちらの映像をご覧になった皆様、どう感じたでしょうか。ぜひですね、皆さんの考え、気持ちといったようなものをこちらの動画のコメント欄の方に自由にお書きいただいて、ディスカッションをすることができればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。